アジアカップ浅野拓磨、バーレーン戦で三笘薫からの決定機を決めきれずも、試合後に幸せです。浅野、足がもつれてコントロールできなかった。どうすることもできなかったけど、あそこでシュートまで持っていかないといけないシーンだったと思う。浅野、チャンスはめっちゃ作れたので、やっぱ決めきるしかない。今日試合が終わって、悔しい気持ちしか残っていないので、チームの勝利に貢献することはできなかったけど、ただ、次があることが僕にとって幸せですし、チームのみんなに感謝したいと思います。三笘からのパスの決定機のミスも、まあ浅野ならそんなもん。キーパーとの1対1のシュート外しもキーパー狙っても入るわけないよ。もともとこういう選手だったけどね。無駄なスピードに相手はちょっとビビるかもしれないのが強み。残念ながら、浅野選手はスピードはあるが、それを活かす技術が低い。たまにうまくいくといいプレーがあるが、その何倍もイージーチャンスを潰してるからね。浅野選手は良い選手だからこそ代表から外してあげてほしい。今の日本代表のメンバーに入るレベルではない。3回の決定機を1人で潰すなんか見たことない。使われない方がサポーターにとっては幸せだと思う。浅野選手、昔まだ若い頃ワールドカップ予選でチャンスを潰して試合後、泣いていたら本田選手に泣く暇あったら練習して上手くなれと言われてた。期待を裏切らないというかお笑い枠というか、そうかと思うとここぞという場面でびっくりするようなゴール決める。浅野はやはり技術力ないよな。持ち前のスピードとか言ってるけど、トップスピードでのボールコントロールは全く効かないし、足が速くてただ無駄走りしている印象しかない。浅野は決定機逃した後の白い歯を見せるのはいただけない。全然悔しそうに見えない。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いします。